はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こっちです。兄貴です。こっちです。よろしくお願いします。お願いします。なんか、お尻に、うん、お尻に矢が下がったままだな、これ。本当だ。こすりつけると、うん、消える。消えるでしょ、そんなんで。どんどん刺さってくかもしれない。で、今日はですね、はい、ネザーに行きたいなと思いますので、はい、うん、まずはデイヤモンドを3つ取れるまで終われませんですね。ああ、なるほどね。この企画か。カズポコクラドもつい先日やりましたけども、はい、あの時一瞬でね、うん、見つかっちゃいましたけども、うん、まあ、今回いかにと。そうだね。で、うん、このズルム系はどうなっとんの、兄貴ズル。何ズル向けって。これか。あ、今直せますよ。どれズル向けって、うん、これだって撮影前に直してる。ああ、これか。このズル向けね。はい、うん、これは原木1個で直せるやろ。今直せますよ。うん、うん、撮影前にやっとかんこと起こっとるやん。はいはい、爆笑しとるやん。なるほど。じゃあ、はい、どうしましょうね、これ。洞窟っていう洞窟はもうないんですよ、これ、多分。ああ。うん。この辺って。なるほど。なので、まあ、ブランチマイニングして、うん、見つけましょう。はい。はい。どっから行こうかな。第1回、ポコナカクラ、うん、ブランチマイニング選手権。えーい。松明が中です。今すぐこの石炭を爆露。今すぐこの石炭を爆露。松明、そうね。あんまないな。高さいくつでやった方がよかったんだっけ。 11?12 です。12か。高さ12。いけー。じゃあちょっとみんなに、はい、松明を。いや、松明持ってない人。あ、はい、俺ワンスタックはある。あ、聞いといてよかった。何人今のワンスタック。はい、おい、あざっす。どこから、どこから下がろうかな。まあ、そのつつ石炭見つけるっしょ、みんな。そうだね。まあ、そうだね。うん。キムラス、クルハシ作るか。ね、クルハシは必要よ。あ、しまった、下手なった。何をかける。おう、何をかけましょうか。うん、マヨネーズかける。まあ、そういうかける、かけるもんか。うん、あ、よくあるじゃん。これいかがこう下に持っていく。12か。12っす。12の高さまでいってみようかな。ここなかくら。めっちゃ取られるんやけど、全部。やっぱ吸引力が違うんで。そうだね、ダイソンだね。じゃあやっぱダイソンの掃除機と、うん、あの扇風機と、うん、ドライヤーもダイソン、ダイソンですね。ドライヤーもダイソンって言ってたもんね、そういえば。はい、すげえいいよね、あれ。カズさんちで初めて使った時、革命的だったわ、あの。風量がやっぱり、うん、全然違うっすね。だよね。お値段がいい、お値段。お値段いいね、お値段だよね、あれ、本当に。うん、ダイソンがいいよね。ただ、うん、やっぱちっちゃい子ってドライヤー嫌がるじゃないですか。ああ、嫌がるね、暑いとか言うし。はい、うん、その時間を短くしてあげたいと。なるほど、うん、親心。バカ親心ですね。バカ。みんなバカ親になるよね、でもね、親になったら。そうですね。ねえ、本当にこの愛せんでどうするか。そうだね。うちの子、そうや、自分ちの子が世界で一番可愛いって、はい、やっぱ思うもんやでね。そうっすね。うん、お、鉄があった。あ、鉄があった。これはちょっと13だな。うん。どうする？ダイヤ、最初に3つ見つけたら。あ、なんか、罰ゲーム。見つけれんかった人が、はい、なんか、ダサいスキンで1話分過ごすとかさ。ああ、なるほど。ああ、いいっすね。でも、1人で3つ見つけたらと思ったりとかするね。そうだね。1位の人が決めれる。うん、ああ、いいね。スキンを。うん。このスキンで1話過ごせみたいな。ああ、いいっすね。ねえ。あ、なんか。やばいぞ。じゃあ、先に行かな。先に行かなか。あが、遅れたか。こんなことしろ、バイト。うん。あ、ちょっと待って、ここが13。もう1個したっすね。もう1個したか。12っすね。よし。あ、これ13か。危ない危ない。やばい。この辺りで。シフトをしながら行くとマグマダイブしないんで。あ、なるほどね。オッケー。マグマダイブだけはしたくない。マグマダイブ死ぬ。だって下にってことでしょ。そう、下に行くことないもん、絶対。そうか、ちゃんとレッドストーンとかね、うん、鉄とか、うん、石炭、そのあたりはしっかり、了解よ。それにも、はい、あとあとチェックしたときにそれが残ったらもうそれペナルティ。ペナルティあるんだ。どんなペナルティだそれ。自分のことしか考えてないもん。めっちゃ怒られるやん。それはもう2話2話分 ?2 話分です。そう。つ、うん、あれなんか出たぞ。だから僕はやっぱ画面ずっと映してるんで不利ですからね。あ、そうだね。え、何これ、なんか変な場所出たな。洞窟に出るの。
損だね。これまずい。損だ。俺が出すやつでした。それはだってお互いにそういうことやるね。デール出せーのに俺もしたろ。デール出せーの俺。顔はそのままで。ルクはもう最悪みたいな。いやもうそんなんじゃもう顔自体も顔自体もっていうかもう全然違う人だよ。別人別コミチンですとか言っとんのに全然違うやつ。誰やお前。あったええ2個見つけた。2個でしょ。早っ。まだ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 。うわっしゃー。えそこにもう固まってるもうあるかもしれない。あ4つある。終わった。イエーイ。つまんなあれつまんなアイキズ。はいはい。つまんなつまんないっすよねこれ。ねえこれ見てる石本さんもつまんなってなる。まだ会話の途中だった。会話のレスポンスの途中だったもんね。そうっすね。めっちゃ頑張ったのにめっちゃ責められてるやん。頑張ってるのはみんな均等に頑張ってる。うわそうだけどさ、いやー運が良かったんだな俺の。おラプスラズルになった。なんか変なブランチマニングジョインだったね。昔作ったんだ。どこらまさかね。はい、ちょっと、サドンデスしてみる。そうだね、サドンデスしようよ。やっぱ一人だけにしよう。いや、二人はやるんですけど、負けた方は、3日。あはは、長え長え。でも、2位でも、あぶね。2位でも1日はある。なるほど。もう確定はしてる。確定はしてる。あったー。つまらんかい。面白くねえって。しゃべっとる途中だよ。しゃべっとるとルールを説明してる。はーいや。あこれでもちょっとあれだよ、2人ともちょっとどこにいる。鉄うん、石炭、うん、レッドストーンの尊重チェックを。オッケーオッケー。いいよ。うん、そこそこ。から回ってきた。こっちか。こっちか。ここ。うん。はいはいはい。でしょ。じゃあ取り忘れはないっすよ。こうしとる間にアニキーズは多分取っとると思う。いやいやいや。もう一なんですよ。手離してキーボードから。はい。え、こんだけ？審査員。うん、こんだけ。全然持ってねえ。全然持ってなくてもう行っちゃったんだよね。なんつうか。いや、すげえ審査の目が厳しいよ。謎のスキンで3日間でしょ。そうそう、謎のスキン。誰やねんって。あー、取ってるね。うん。じゃあもうこれか。結局何個じゃダイヤか。ダイヤ俺6つ。僕8です。 8? 8。めっちゃ多いよ。一塊で。あー。8やったんで。多いね。では、あ、ただ幸運ついてるのと全くないのか。そうそうそう。まあ、しょうがないね、それは。うん、いいな。でも、早いこと取れたな。階段作りたいですね。本当だな。階段作ろう。ここなかった。はい、というわけで、はい、なんとですね、大体3つ見つけるまで終われませんが、なんとなんとなんと、はい、めちゃ早い。結局アニキーズが8、ヨシさんが私が6つですね。ってことは、うん、間を取って僕が優勝な。どういう話やそれ。どんな間やそれ。僕人参持ってます。知らんやそんな。人参食べれますから。誰が食べれますか。食べれんけどさ。そんな勝負になっとったっけ。じゃあ、うん、僕が、はい。3日間ですか。うん。3日間。ルール説明中にアニキズもやっとるよな。3日間、謎のスキンで。そうだね。現れると。はい。まあ、小分けにしてください、じゃあさ。うん。あ、1日、3日連続、同じスキンが、ちょっと、飽きてくるんでしょうか。なるほど、なるほど。それは、ほんと、ずっと滑ってるみたいな感じで辛いんで。せめて、味を変えて、はい。毎回ランダムで今日これ、今日これみたいな感じで。なるほど、なるほど。飛ばし飛ばしでちょっとやっていきましょうか。あ、そうだね。はい。はい、アニキーズとの日にち被らせるかどうかは。あ、そうだね。はい、被らせるかでも1日だよね。はい、よ。6月にはね。了解。はい。じゃあそんな感じで。はい。
ヨシさん優勝ですね。やったー、嬉しい。喋ってる途中にどうやるんだもんね。いやいや、ついつい本気でやっちゃったな。大人げなくて、うん、誰だこの前コメントにないのは。兄貴ですか。この前読んだよ。あ、ヨシさんだ。おい、ひーちゃん、ひーちゃんさんからのコメントで、はい、夢にヨシさんと兄貴が顔出しで動画に出てる夢を見ました。ほうほう。兄貴はイラスト通りの人で、ヨシさんめっちゃキモいおっさんです。誰がキモいおっさんじゃ。誰がキモいおっさんじゃ。せめて犬で出ろや。そうっすね。犬がやっぱ擬人化するとやっぱ気持ち悪いんだ。あー、そういうことね。あー、そういうことか。こう口がこうなんかして、うん、牙もあって。なるほど。うん、うん、兄貴こんなハゲてないけど。色も黒くないしね。スキン通り。どっちかというと色白なぐらいだもんな。うん、あ、色白いっすよね。色白いぐらいだよね。まあ我々、そう、小道以外みんな色白いんじゃない？色白いっていうか。そうっすね。うん、外出ないから。だいぶ USJ で焼けましたから、ね。そうだよね、うん、はい。そう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 。だからね、ちょっとまあ面白いなと思って。この誰がキモいおっさんじゃが言いたかっただけなんだけどね。うん。そうですね。はい。それにモテ遊ばれたんや、ひーちゃんさんは。そうだね。これいいの見つけたなと思って、うん、っていう感じっすわ。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。